11月の新刊ラノベを見ていくパート4。今回が今月最後ですね。前回が24日までのを見たので、今回は25日から月末に出る新刊を見ていきたいと思います。テレビアニメ化してる作品の新刊や、あの大人気作品がついに完結したりと盛りだくさんなんで、ぜひ最後まで見ていってください。まずは25日発売 MF 文庫 J。新シリーズ3つ、続刊4つの計7作品です。まずは新シリーズから。多元宇宙的青春のの破れ唯一の君がいる扉マススカレードコンンフィデンス詐欺者 少女と仮面仕掛けの旅をする俺の背徳飯をおねだりせずにいられないお隣のトップアイドル様以上になりますすべて賞を取って発売する mf の超期待作です3つとも見ていきましょうまずは多元宇宙的青春の破れ唯一の君がいる扉まずタイトルがすごい第19回 mf 文庫 j ライトノベル新人賞受賞作です主人公は事故をきっかけに平行世界を行き来する力を手に入れそれを使って理想的な青春が存在する平行世 世界を渡り歩いていたとしたらその平行世界が一つにまとまる現象が起きてしまいそれぞれの世界でヒロインとなってた女の子が全員同じ世界に現れてしまったというあらすじめちゃくちゃおもろそうそれぞれの世界で純愛してたんでしょうね別の世界の青春なので浮気とはまた違いますよねそんなヒロインたちが同じ世界で集まったらどうなるのか間違いなく混ぜるな危険でしょうこんなん平行世界とはいえ全員と青春してた主人公器用すぎますね生徒 会長アイドルギマなどいろんなヒロインが見れそうです新世代がエモーショナルに描くカオス sf 青春劇こちら気になった方はチェックしてみてください続いてマスカレードコンフィデンス第19回 mf 文庫 j ライトノベル新人賞最優秀賞受賞作です主人公は金のため架空の他人を演じる仮面の詐欺師だとそんな悪党がある日クロニカという一人の少女と出会う彼女の左目には異能力があって 他者の心を見通し操ることができると。その力を使って主人公が持っていた金を奪って、金を返して欲しければ一緒に旅をしろと言われるところから始まるみたいです。なんともいびつな関係。詐欺師が金取られて脅されるとか滑稽ですね。そしてなんで旅なんかするのか。そこに詐欺師として生きてる主人公の過去やクロニカの謎が明かされて浮き上がってくる真実とは、かなり血生臭いバトルシーンなんかもあるっぽくてシリアスな感じなんでしょうか こちら気になった方、チェックしてみてください。続いて、俺の背徳飯。第19回 MF 文庫 J ライトノベル新人賞優秀賞を受賞してますね。お腹を空かせて倒れていたマンションの隣人を助けたら、その正体は人気絶頂の女子高生アイドル、アリス・ユズキだったというあらすじ。アイドルなので過度な食事制限をしていたユズキに手料理を振る舞い、その食べっぷりに思わず惚れてしまうと。そこから大好物を作り続け、飯落ちさせようとするみたいですね。絶対食べないといい ながらも体が主人公の料理を欲しがってしまうヒロイン表紙も口へもだらしない顔してますね今のところ普通のラブコメに見えるんですが mf の優秀賞ですからね相当完成度が高いんでしょうねちょっと特別なお隣さんのお腹とハートをつかむ飯落ちラブコメ気になった方はチェックしてみてくださいそして3つとも新シリーズなので僕は読んで感想動画を出す予定ですここからは続緩の4タイトルリーバースライヤーズ俺たちが幸せになるバッドエンドの始め方3クラスの大嫌い 女子と結婚することになった8政権学院の魔剣使い14ライアーライアー15嘘つき転校生は最強の嘘を真実に変えます以上になります今回は2つ見ていきましょうまずは政権学院の魔剣使い絶賛アニメ放送中ですね千年の封印から目覚めた魔王が10歳の少年になっていたところから始まる大人気学園ソードファンタジーヒロインが全員お姉さんなのでちょっぴりエッチなおねしょた要素も醍醐味ですね主人公が魔王なのに全く威厳がなくてお姉さんたちにいい ようにやられるんですよねストーリーは確かに王道なんですけど感を追うごとにですね世界観に厚みがどんどん増していってめちゃくちゃ面白いんすよ特に2桁関数いってから勢いが止まらないです最新刊はあらすじ見るにさらに深刻な状況が待ち受けるっぽいんですが口絵はめちゃくちゃ平和ですシリーズファンは楽しみに待ちましょう続いてライアーライアーこちらも前期かなアニメ放送されてましたねイカ様を駆使して学園最強の座を守り続けていく嘘つき 学園頭脳ゲームトップ10に入るぐらい大好きなな作品なんででですすが15巻で完結みたいですいやー、寂しいですね。いきなり来た。特徴は、なんといっても主人公がルール違反であるイカ様を使いまくるんですよね。逆にイカ様を使わないといけないぐらい敵が毎回強いんですよ。必ず窮地に追い込まれてからの全てをひっくり返す大逆転劇が気持ちよくて面白すぎる。もう一つの特徴として、たくさん女の子が出てくるんですけど、みんな恐ろしく魅力があって、 マジでやばいです。こんなにヒロイン全員可愛くて素敵な作品なかなかないですね。ヒロインに限らず男性キャラもかっこいいやついっぱいいるんですよ。敵キャラとかも関係なく好きになっちゃうんですよね。とにかくキャラの魅力がやばい作品でしたね。そして最終巻はみんなが幸せになる未来にたどり着くためにということで、MF の頭脳戦といえばね、野毛のら妖術が思い浮かぶと思うんですけど、こちらも傑作なのでまだ読んだことない方はぜひ読んでください。そしてファンはその最後をしっかり見てください。 届けましょう。さあここから同じく25日発売オーバーラップ文庫です新シリーズ4つ続刊4つの計8作品ですまずは新シリーズからあおり系ゲーム配信者配信の切り忘れによりいい人ばりするクラスで一番可愛い女子はうちの完璧メイドさん最強の剣性美少女メイドに転生し宝器で無双する弱小国家の英雄王子1最強の魔術師だけどさっさと国出て自由に生きて以上になります今回は2つ見ていきますまずはあおり系ゲーム配信者あおり配信を行う ゲーム実況者の主人公が配信切り忘れで妹の学費や生活費のために活動しているいい人なのがバレてしまいさらに人気 VTuber の女の子の前でも素の人柄を晒してしまいプライベートで仲良くなっていく101ラブコメみたいですまた期待を配信切り忘れの VTuber 今の波に乗って人気になればいいですね1対1と言ってますがヒロイン自体は複数出てくるっぽいですネット系の作品好きな方はぜひチェックしてみてください続いてクラスで一番可愛い女子はう うちの完璧メイドさん主人公の家には訳あって家事もお世話も何でもできる優秀なメイドさんがいるとそのメイドさんの正体は学校で一番可愛いと言われている美少女みたいですねどうやら学校ではこの関係性をバレないようにしてるみたいなんですけど彼女の方からやけに人懐っこく話しかけてくると周りに秘密でこそこそしてる感じが楽しめそうですねそして学校一の美少女がメイドとなって尽くしてくれる展開も当然見れそうです秘密の関係から始まるジレジレラブコメディ なった方はチェックしてみてみくださいそして先ほどの煽り系含めて新シリーズなので僕は読んで感想をあげる予定です。こっから続間の4タイトル。バズレアリス2。魔王と勇者の戦いの裏でゲーム世界に転生したけど友人の勇者が魔王討伐に旅立った後の国内お留守番が俺のお仕事ですよ。俺にトラウマを与えた女子たちがちらちら見てくるけど残念ですが手遅れですよ。S ランク冒険者である俺の娘たちは柔道のファザコンでした6以上になります。今回はバズレアリス見ていきます。 感が面白かったんですよね人々の祈りが直接力となる聖女アリスが無実の罪で迷宮に追放されるがそこで異世界とつながる鏡を発見し日本の料理にまことつながりご飯を恵んでもらうとそのお礼にアリスが誠の動画に出て収益化を目指そうとしたら引くほどバズるというお話ですグダグダコメディーかと思ったらしっかり面白かったんですよねキャラもみんな個性的で良かったしアリスは聖女なのに元々軍にいたから時々口ギター ないのがツボでしたね2巻では新キャラであるアリスの親友が登場しまた派手でわちゃわちゃする展開になるっぽいですこちらはまだ読んだことない方は一度大手に取ってみてくださいさあここからは同じく25日発売 GCN 文庫新シリーズ一つ続刊一つの計2作品ですまずは新シリーズから S 級騎士の俺が精鋭部隊の隊長に任命されたが部下がみんな年上の S 級女騎士だった以上です若干15歳で S 級になった主人公ゼクードが年上美女だらけのパーティー で体調に任命されるところから始まるいつもはデレデレだけど決める時は決めるハーレム生活だそうですコミカライズ企画も進行中みたいですね口絵が公開されてないんでわかんないんですけどブレイブ文庫だしかなりエッチな描写もありそうですよねもしそうならコミカライズの方も見てみたいですこちら気になった方はチェックしてみてください新シリーズなんで僕は感想を動画かチャンネルコミュニティの方であげますそして続刊1タイトルお助けキャラに転生したのでゲーム知識で無双する運命をねじ伏せて 最強を目指そうと思います2以上です。今回はスルーさせていただきます。続いて30日発売ファミ通文庫。新シリーズ2つ続刊1つの計3作品です。まずは新シリーズ。煽り煽られしてたネトゲ仲間が貧困法制な美人先輩だった話。千年戦争アイギステンスアニバーサリーストーリーズ以上になります。誰しも聞いたことはある大人気タワーディフェンス r p g 千年戦争アイギスは今年10周年みたいですね。おめでとうございます。こちらは公式サッカーシナリオライターに によるる特別記念ーートストーリー集となっていみたいですさらに豪華シリアルコード特典も付いてると。でもお値段は普通の文庫と変わらず770円ですね。シリアルコードは紙の方だけで電子には収録されてないんで購入される方は注意してください。さあじゃあもう一つのあおりあおられ見ていきましょう。主人公神木にはめちゃくちゃゲームが強いゴリさんという女性のネットもがいると。一個上の先輩で礼儀正しくて優しい人だけども、主人公と対戦する時だけすごいあおってくる。それを 楽しく煽り返したりして日々を過ごしててある日主人公が最近気になってる先輩についてゴリさんに恋愛相談するところから物語が動いていくそうですまあその先輩は十中八九ゴリさんのことですね好きな先輩とゴリさんが同一人物と気づいてないっていう状態ですね同一人物だと気づいてから物語がどう動き出すのかかなり気になります表紙がいかにも煽るのが好きそうな女の子感が出てますよねネットとゲームでつながるトーキングラブコメディ気になった方はチェックしてみてください ここは新シリーズなんで感想を動画かチャンネルコミュニティであげる予定です。ここからは続刊1タイトル、現代音陽字は天生リードで無双する3以上です。今回はスルーさせていただきます。続いて同じく30日発売モンスター文庫、新シリーズなしの続刊1つですね。それがこちら、必勝ダンジョン運営方法20です。こちらも今回はスルーさせていただきます。そしてちょっと例外なんですけど、昨日本屋に行ったら新刊ラノベコーナーにこんなものが置いてありました。サイコパスの文庫ですね。 2冊同時発売してまして、左は2015年公開の劇場版を文庫化したやつで、右はアニメサイコパスの脚本担当によるスピンオフ小説だそうです。こちらはサイコパスファンはぜひ購入してみてください。以上、新刊ラノベ紹介パート4でした。今月も月末は大量でございます。すごい面白そうな新シリーズたくさんあったんですけど、やっぱライヤーライヤーが終わるのが本当に寂しいですね。皆さんが気になったやつはあったでしょうか今日出た作品すべて概要欄に 購入リンク貼っとくのでぜひそちらから購入してみてくださいここまでご視聴ありがとうございましたぜひともチャンネル登録高評価よろしくお願いいたしますまた別の動画でお会いいたしましょうさようなら